カロウェイ軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は37,191人であり、2000年の34,177人から8.8%増加した。軍庁所在地はマレー市であり、同軍で人口最大の都市でもある。カロウェイ軍は1822年11月3日に、 ヒックマン軍から分離して設立され、軍名は、ブーンズバラ設立者の一人、リチャード・カロウェイ大佐にちなんで名付けられた。2012年7月18日、カロウェイ軍は、アルコール飲料の販売について制限あるいは、禁止されている、ドライ軍から、ウェット軍に変わった。カロウェイ軍には、マレー教育学区とカロウェイ軍教育学区の二つの、学区がある。カロウェイ軍はその全体で、 マレー小都市圏を構成している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は410.79平方マイルであり、このうち陸地386.25平方マイル、水域は24.53平方マイルで、水域率は5.97%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。二千年国勢調査では、 マレー小都市圏がカロウェー軍全体で構成されている。小都市圏とは大都市圏に比べれば小さいが、少なくとも人口1万人以上の都市を中心にしている。ありがとうございます。